カモノハシモクは、脊椎動物アモン哺乳校に属する動物の分類群である。単行目、単行類、一穴目とも言う。この学名の単行は、総排しつを意味する。これらは、カモノハシカと二つの化石化を含むカモノハシア目とハリモグラ科を含むハリモグラア目に分かれる。それぞれをカモノハシ目、ハリモグラ目とすることもある。混乱を防ぐため、 ここでは、物取りタの意味では単行目と添えることとする。現存するのは、カモノハシカとハリモグラカのみで、化石種を含めても4カしかいない。原生群はわずか2カ3属5種しかいないが、オーストラリア区に広く分布する。単行目は、現存する、哺乳類としては、唯一、爬虫類や、鳥類のように卵を産むグループとして知られている。母親が卵を温めて高負荷させ、 孵化した子は母乳によって育てられる。母親は他の哺乳類のような乳首を持たず、子は母親の乳腺から染み出した乳を舐めている。爬虫類や蝶類と同様の総排出空を持つ。尿や糞の排出も生殖も全てここで共通に行われる。内温動物であるが、気温により保ちうる体温が変動するなど、有体万類や多くの蝶類に比べ、 体温調節能力が低い。以上のような特徴から、単鉱目は、進化史の中で、非常に早い時期に、他の全ての哺乳類のグループと分岐したと考えられ、原世哺乳類で、最も原始的なグループとされる。そのため、このグループは、厳重アコウとして、アコウのレベルで、他の哺乳類と、区別されている。カモノハシミユビハリモグラゲンソンにかのうち、 カモノハシカに属する原生の動物はカモノハシ一種のみである。カモノハシはくちばしを持ち、水中を泳ぐため前後肢が水かきになっている。タスマニア及びオーストラリア東部に生息している。もう一方のハリモグラ科に属する原生の動物としては、一族一種のハリモグラと、一族三種のミユビハリモグラの2グループがある。校舎のミユビハリモグラ族は、 従来ゼットブルーイニーの一種だけだったが、最近になって、さらにゼットバートニーとゼットアテンボロイが分離されて、三種となった。ハリモグラは背中に長いトゲが密生しており、敵に襲われた時は体を丸めて、栗のイガ状になったり、土を掘って地中に沈むことで身を守る。ハリモグラはタスマニア、オーストラリア及びニューギニア島に、ミユビハリモグラは、 ニューギニア島のみに生息している。単鉱目の動物は、オスのみが後足のかかとの部分に毛爪を持つ。有体類や一部の尖りネズミ目の動物と同様、睾丸を腹空内に持ち、体外に降りた陰謀を持たないため、性別は主にこの毛爪の有無によって判断される。この毛爪には、毒液を生産して分泌するための組織があるが、ハリモグラ類の場合、 同感が退化しているため、実際には機能しない。これに対して、カモノハシのオスの毛爪は、実際に敵の体に毒を打ち込むことができる。一方、ハリモグラ類のメスは、腹の育児脳で卵を孵化させ、その中で子を育てるが、カモノハシは、そのような育児脳を持たない。カモノハシが乱生であって、しかも、くちばしを持つことから、一般書では時に、炭鉱類は、 蝶類と哺乳類の中間型と説明されていることがある。これは全くの間違いであり、蒸気のように爬虫類的段階から哺乳類が進化する早い段階に分岐したものと考えられる。くちばしは見かけ上の類似に過ぎず、構造も異なる上、近縁のハリモグラにはくちばしはない。ありがとうございます。